はミンテレ卒業式です。私たちの良き先輩であり長くミンテレを支えてきた4人の女子大生が今日で番組を卒業することになりました、うん、そうですね。じゃあ改めて、はい、卒業生起立、ね、まあでもこうやって見ると本当にね、女の子からちゃんと立派な美しい女性になりましたね。ねえ、もう嘘みたいですよ。ねえ、日本の美容整形の技術はすごいですね。違いますよ。中身ですか？中身から綺麗になってる。そうなんですか。ただこっからですよ。ねえ、皆さん、この4人のこの後爆笑映像、相当いっぱいいろんなことしてくれてますから、ぜひ皆さんも思い出し見てもらえればと思います。まあ、特にただの眉毛は必見です。一ノ瀬の丸丸みぐらいも一ノ瀬は2倍ぐらいの大きさになってましたから当時。さあ皆さん見てみましょう。番組に出演したことでいろんな思い出ができたと思います。そんな一人一人の思い出の場面を VTR にまとめてみましたのでご覧ください。うわー、もうやだ。あら、はじめまして。誰かしら。日本女子大学3年の多田紗也子です。お、新人さんです。あら、こちらが指物職人の一ノ瀬マスオさん、80歳です。一ノ瀬さんはノコギリやカンナを使って箱根の寄席細工を手掛ける指物職人です。50年以上前から寄席細工を作っています。すごっ。眉毛眉毛眉毛新人。でも今日はダメらしいです。え、みんな皆さんに言われました。今日の眉毛はおかしいと。え、変わらないよ。こんにちは。こちらに炭入りのパンがあると聞いてやってきたんですが、はい、ありますか。はい、でこちらが備長炭入りのパンで一斤336円で、もし炭を使った商品を私たちと一緒に開発するっていうことになったら協力していただけますか。あ、もうぜひ一緒にやらせてもらいます。あ、本当ですか、はい、ありがとうございます。いらっしゃいませ。外には長蛇の列ができていました。注文が重なったり足りなくなっちゃったり、私が把握してなかったりで、私が今かなりテンパってました。それでもたくさんの方が応援してくださり、食の道場は大にぎわいでした。私暴れん坊将軍みたいになって。私は今ルーシーに乗っているタダです。あ、すごいな。素敵です。なんでこんなところに。うわ、心地よい浜風を受けながら楽しむ渚の散策。こんにちは。まずジャグスカ帝国っていうのは何なんですか。ジャグスカ帝国っていうのは。タダです。今日は私が通っていた日本女子大学の卒業式です。4年間振り返って本当にいろんなことがあったんですけれど、私も無事に卒業することができました。そうですね、この4年間は、なんかすごい今まで22年間生きてきて一番成長できた4年間だったと思います。本当になんか大人への第一歩をやっと登ることができた4年間だったなと思います。そしてフェリス女学院大学2年鳴島佐保、お願いします。はい、鳴島、はい、佐保です。まだ花粉症引きずってます。皆さん最近あんまり面白くないのでどんどん盛り上げていきたいと思います。お願いします。立派ね。今回私は視聴者の健坊さんからの投稿で横浜市西区戸部にある暗闇坂について調べてきました。調べてみるとこの坂にはさまざまな言い伝えがあったんです。その首を切っていた処刑所がこちらにありました。神奈川県に数多く存在する心霊スポット、
ミンテレでも過去心霊スポットを取材しちゃってました。こちらの暗闇坂です。暗闇坂の頂上あたりなんです。テキストであなたも知ってください。どうしたの、ナルシマ。どうしたの。腰をつかまれた。腰をつかまれた。重いのです。腰がなんか急にナルシマが顔が青ざめちゃってで、ナルシマさん今どうですか。かわいい。騙されないぞ。メガネ選びのポイントは眉から鼻先の間の3分の2のサイズ。フレームの色が濃く直線的なものは賢くキリッと見えるそうです。今日ハッチに行った。いらっしゃいませ。カラフルなデザインが並ぶ店内、楽しい。ちっちゃい。可愛いですよね。可愛い。メンバーは12歳以下の子供たちで作られ、子供たちは明るく元気なだけでなく、とってもしっかりしていました。可愛い。これ私もなんか参加したい。完全にジャージ。世界一目指して頑張るぞ。ミーテレを始めたおかげで本当特に成長できたというふうに思っています。今まで応援してくださった方どうもありがとうございました。本当に皆さんがいてこその私というか、本当にそれにつきます。なのでこれからも応援してくださった皆さんの期待を裏切らないように日々努力して精進していきたいと思っています。これからもどうぞ応援よろしくお願いします。法政大学3年の坂本ひろ子です。20年間神奈川の山の方で育ちました。早く一軍に上がれるように頑張りますのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい。料理も自慢のものばかり。中でも豚王というこだわりの豚肉を使った豚串6種盛り980円はお肉が柔らかくてとてもジューシー。じゃあ行きましょうか。はい。おーおーおおおおおおラートは逆さまになっても重力があまりかかりません。つまり無重力空間になるので宇宙へ行った気分を味わえるのです。ということで中に入ってみたら本当にピンクなんです。ポイントポイントでピンクの小物がたくさんありました。インテリア雑貨とか小物入れとかお花とかカーテンとか学校のカバンも枕もピンクよ。さよなら。これどう、え、除去するのこれ。本当に除去。なんだったこの泣いてる。うわー怖い怖い。うわ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 、なにこれ。この中にすごい広がるの、肉汁が相当肉汁がいっぱい入ってる、凝縮されている。本当美味しい汁が。頑張れ。よかった。よかった。本当もう一番でしたよ。いる。トラギス。トラギス。私が人生初めて釣った魚はトラギスでした。水中でヒューマーがつけてんだ。2年前ミンテレに初めて参加した時、私一番最年少だったんですけれども、気づいたら一番古株になっていて、2年間というのは本当にあっという間だなと思いました。思い出を語り出したらちょっとたくさんありすぎて、なんかもう時間が経ってしまいそうなんですけれども、まあ、あの今後私春からまた放送局でアナウンサーとして働くことになりました。これからもミンテレを通じて学んだことを生かして頑張っていきたいと思います。